1458年、バヌアツのクワエ火山が噴火した際、ニュージーランドを高さ30メートルの津波が襲った。それが原因でポリネシア文化の崩壊につながったとされている。日本は世界有数の地震、そして火山大国です。先日も大阪北部地震が発生し被害が出ましたよね。また、日本には世界で一番危険とされている火山があるのご存知でしたか？こんにちは、アミです。今回はそんな恐ろしい日本の火山をご紹介します。日本は一体どうなるのでしょうか？2015年にマンチェスター大学のアルバート教授が世界で最も危険な火山ランキングトップ10を発表しました。これは100年以内に噴火の恐れのある火山、100万人以上の命が危険にさらされる可能性がある火山を対象とし選定されたものです。これがそのランキングです。先日の動画でご紹介した阿蘇、喜界、カルデラが4位、そして1位に東京都小笠原諸島の硫黄島が選ばれているのです。東京都から南に約 1200km 離れている硫黄島はかつて日本軍と米軍が戦った場所です。この戦いでは日本兵は2万人以上、米兵は7000人近い死者を出しました。ではなぜ硫黄島が世界で一番危険な火山なのでしょうか。それは火山活動によって起きたマグマによる隆起が4年に1メートルずつ起こるというペースを保っているからだと言われています。1945年に米軍が上陸した時と比べてもなんと17メートルも隆起しているといいます。これが噴火の予兆になっており、いつ噴火してもおかしくない状態なのです。明治時代に記録が開始されて以来、硫黄島では小規模な噴火が頻繁に起きています。2013年に起きた海底火山の噴火では、西之島新島が出現し、徐々に面積を広げていきました。また、2015年8月にも小規模ながら水蒸気噴火が確認されており、この周辺は世界的に見ても地殻変動が活発化している場所なのです。硫黄島火山が破局噴火すると、日本や香港は高さ25メートルもの津波に襲われるといいます。これは東日本大震災の津波の高さを超える恐ろしい数字なのです。東日本大震災では東京湾にも津波が到達しています。千葉県木更津市で高さ2メートル強の津波が20回以上観測され、船橋市では最高 2.4 メートルの津波を記録しています。現在の東京港は沿岸を高さ 3.5 から 7.9 メートルの防潮堤で囲んでいると言われています。防潮堤はこれだけの高さがあれば大丈夫という想定で作られますが、肝心の想定が必ずしも適切とは限りません。硫黄島火山の破局噴火では東京も25メートルの津波に襲われる可能性もあります。つまり防潮堤で津波を防ぐことはほぼ不可能だと思われます。一般的に言えば東京湾の奥にある東京都や千葉市などの沿岸よりも手前にある三浦半島東部や横浜市などの方が津波による被害が大きくなることが予想されます。関東大震災の時は東京府では津波被害はありませんでしたが、横浜では津波により200から300人が亡くなっています。鎌倉由比ヶ浜の一部では9メートル、逗子、藤沢の沿岸では高さ5から7メートルにも達しました。また、現在心配されている南海トラフ大地震では、東京にも3メートルほどの津波が到達すると想定されています。しかし、ある科学ジャーナリストはこう語ります。仮に硫黄島が噴火し、マグニチュード9クラスの巨大地震が起きた場合、高さ25メートルとはいかないまでも、島嶼部で10から20メートル、東京湾も
5メートル超の津波に襲われると想定されています。東京湾は閉鎖的な空間のため海水の逃げ場がなく、湾岸の工業地帯が壊滅的な被害を受けます。そこにある約3000基もの燃料タンクなどが破壊されれば大規模火災が発生する可能性が高いと言われています。このように硫黄島火山が破局噴火をすると、日本は甚大すぎる被害に見舞われる可能性が高いのです。いかがでしたか？地震に火山、日本はすごい場所にあるんですね。私たち人類には何ができるのでしょうか？それを考えると、家でゴロゴロしてちゃダメなのかなって思っちゃいます。充実した毎日を一緒に過ごしましょうね。どんな締めだ。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。